こんにちは、くらです。今日は自分の行動をコントロールできる方法ということをね、紹介していきたいと思います。私はいつもよく勉強やらなあかんやらなあかんってめっちゃ言ってるし、しかもまあ見てくださってる皆さんも分かってることじゃないですか。やけどその勉強しなあかんって分かっててもできひんねんっていう声がね、めちゃくちゃ届くわけですよ。しかもその気持ちって私自身めちゃくちゃ分かるし、まあ誰もがね共感する部分じゃないかなと思います。自分の意思って結局脆いじゃないですか。けどそこで自分の行動をコントロールできるような、そんな方法があれば知りたいと思いませんかね。そうですね、知りたいですよね。はい、ということでそれを紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速やっていきます。じゃん。はい、ということで今回紹介していくものなんですけれども、オクラはどうやって見つけたんっていう話なんですけど、私もまあ相談来とって、まあどうしたらいいのかなって私もずっと考えてたわけなんですよ。自分自身もそれ悩んでたしね。まあそんな時に YouTube でいろんな人の動画が流れてくるわけど、その時にまあメンタリスト大吾さんの動画をね、まあたまたま見てたんですよ。あ、これめっちゃ役立つやんっていうか、これ紹介したら受験生も役立つやんみたいな感じになって、でそれを今回は紹介させていただくということで、これは決してパクリじゃないから、パクリなのかな、うん、あの紹介、うん、だから敬意を持ってそれを参考にさせていただいて皆さんに伝えたいなということで、元動画は概要欄の方に貼っておきますので、はい、いつもありがとうございます。でですね、そこでまあ大吾さんが紹介されてた方法やねんけど、まあこれはなんかセルフコーチングの技っていう風に紹介されてたんやけど、まあどういうことかっていうと、まあほんまにやらなあかんこと、それを分かっててもなかなかやり始められないとか、もう何か他のことをしてしまってそれに手をつけられないよっていう人が使ってほしい技になってますね。これ見てくれてる人は多分ほとんど皆さんそうやと思います。で、それの方法の名前が非機能的行動のコストベネフィット診断というものになります。なんじゃそれということですよね。めちゃめちゃ難しそうやし、てか私のこの早口だったら聞き取られへんという方も多いんじゃないでしょうか。ということで字幕と一緒にこちら行きますと、非機能的行動のコストベネフィット診断になります。まあ要は何かやらないとあかんことがあるやんか、けどその他のことをしてしまうときってさ、これってさ全然もう意味のないことやんか。やっててもこの先いいことないし、っていうかもうマイナスのことばっかりやしっていう非機能的な行動やねんけど、まあそれのコストとベネフィット、要はメリットデメリットとかを考えると自分の行動を整理できるよみたいな、そういう技やね。でそれのやり方がまあ3パターン紹介されてたんやけど、ここはもう受験生用にまあ特化して紹介していこうと思います。まず一番初めにですね、考えてみてほしいことがあるんやけど、自分がこうしたいと思ってるもの、まず一つ、まあ多分ここでは勉強したいとか、まあそれちょっと大きすぎるかな、帰ってきてダラダラした時間をなくしたいとか、帰ってきてすぐ勉強に取り掛かりたいとか、そういうことにしましょうか。じゃあこれが一つ目標やんか。目標分かったらそれを妨げてしまっている行動を思い出してほしいんだよな。これは1個でいいです。何個もあるかもしれないけど、とりあえず1個思い浮かべてみて、それを例えばスマホを触ってしまうやとしましょう。ここまでいいですか。そうするとですね、その目標を妨げてしまっている行動に関して、短期的なメリットとデメリットと長期的なメリットとデメリットをそれぞれ上げていくって感じですね。まあこれをなんか紙に書いていけみたいな感じなんですけど、まあこれは頭で考えたらすぐ分かることやから、とりあえず頭でやっていきましょうということで、まずスマホをダラダラ触ってしまうことの短期的なメリット、そうですね、何がありますかね。好きなモデル見れるとか、うんうん、あとは何、 YouTube おもろいとか、友達の写真見れるとか、現実逃避できるとか、まあメリット言うてもみたいな。まあいいとして、じゃあそれ短期的なデメリットは何かと言いますと、シンプルに今この時間を無駄にしてるってことですね。今できてたはずの勉強ができなくなってしまってる、これが短期的なデメリットですね。シンプルに、しかもまあ現実逃避できるっていうメリットにしてるだけで意味わからんけど、デメリットとして現実逃避してしまうとかね、まあそういうことが短期的なところに当たるんですけど、じゃあ次長期的なメリットあげれますかね。考えてみたらな、普通にないね。うんうん、わかった、じゃあないよな。じゃあデメリット見ていこう。勉強時間、この5分の積み重ねがここから何ヶ月続いていくと合計で何時間になりましょうか。考えてみてください。まあ、多分何時間単位にはなるような、絶対に。ていうか、1回5分とかじゃないような。ダラダラしてしまうってことは、ま、30分。1時間 !1 時間無駄にしてしまって。これが何ヶ月待って。え ?100 時間とか無駄にするんじゃん。え、待って、怖ない?え?怖い、どうしよう。怖い。だから短期的なメリットはめちゃくちゃちっちゃいくせに、長期的なデメリットが大きすぎるっていう、まあそういう現実に気づかされるわけなんですよね。これをですね、こちらのようにもうすごく全部をね見えるようにしてしまうんですよ。もうこれ今見えますよね。もう見たら一目瞭然。まあいつも頭で分かってることでもまあそれできひんやん。けどこの表を見てください。これを見える化することによって、なんか怖いぐらい意味のないことに時間を費やしてるなっていうことが、もう頭で考えるだけじゃなくて目からも入ってきて持てるから、もうこれ目を背けられる事実やから、これをするわけですね。なんでこういう風に見えるかがいいかっていうと、人間ってその時の気分で行動してるんですよ。行動は気分から生まれるんですね。だからまあ気分、要は感情ですね。感情が嫌やな、面倒いな、だるいなと
とかそういう感情で動くやん。例えば勉強するときも受かりたい、今自分は勉強した方がいいぞっていう気持ちで動いてるわけ。でもさ、気持ちとこの現実とがもう混ざり合ってしまったときに勝つのは気持ちなわけ。その気持ちと現実を切り離して考えちゃうの。でもう事実だけを見て、もう感情そこに一切入れない。感情入れなかったら自分のやってることあかんって分かんやん。で分かるから、これを見えるところにずっと置いておくことで、例えば紙に書いたとしたらな、それを見えるようにして貼っておくことで、それで行動ができるようになるよっていう、まあそういう技をね、紹介されておりました。で、こっから最後にやってほしいのは、この表を見てですね、自分がどうするかっていうことですね。それを決めましょうって大子さんはおっしゃってました。ここまで自明のことやったら、まあここまでね、表にすることもないかなと思うんやけどさ、これでもやっぱり感情を切り離して考えた時に、この表を見るだけで、いや、怖ってなるやん。メリットなくねみたいな。メリットないくせにデメリットでかすぎっていう風になっちゃうから、自分について分かるやん。あ、こういう現状のことを自分は今してしまってるんだな。あ、やめよう。勉強に向かおうというね、そういう気になれればいいなと思います。で、これって今分かりやすい例やったから、いや、こんな普通やんってなるかもしれへんねんけど、もっと何か、いや、もうこういうことをやらなあかんのは分かってるんでできひんとかさ、そういうことがあるときは自分で、例えば朝早く起きたいとか、夜早く寝るようにしたい、夜更かししたくないとかな、そういう目標を作るやん。ほんじゃ、それをなんで今できひんのか、妨げてる行為を書くやん。で、妨げてる行為って言うたらもう絶対マイナスなことなわけよ。で、それをなんで今してしまうんやろ。短期的なメリット何、短期的なデメリット何、長期的なメリットは何、長期的なデメリットは何っていうのを自分の中で思い出すわけ。で、それは見えるようにするのが一番やねんけど、そうやって自分の行動を促す感情と切り離して考えることで、自分の行動をコントロールできるようにするっていう、これが非機能的価値のコストベネフィット診断というものらしいです。まあ、これは自分も大学の課題とかどんどん後回しにしてしまうこととか、あ、お菓子やめた方がいいのは分かってんのに夜中に爆食いしちゃうとか、まあ、そういう謎の行動に走ってしまうことが今でもあるから、それをねやめたいなと思った時にしっかりこのやり方を使って、もう長期的なデメリットばっかり考えて、これ何をやってんねん、アホかいなっていうことで、自分の行動をね、感情と切り離して自分の行動をコントロールできたらいいなというふうに思っております。せっかくこうやって情報を仕入れたので、まあ少しでも多くの方に届けられたらいいなと思って、受験生ぜひ勉強せなあかんのは分かってるんでできひんねっていう方がいましたら、この方法を使ってみてください。もう一度言いますが、これはメンタリスト DAIGO さんからご教授いただきました。そしてその元動画は概要欄に貼っておりますので、よろしくお願いいたします。ということでですね、今回の内容は自分の行動をねコントロールするための方法を紹介しました。この動画が良かったよって思ってくださった方、高評価を押していただけるととっても嬉しいです。そして自分で何かやってみようかなと思った方は、コメント欄にね自分でこう書いていってもらえたら、まあそれ他の方が見て、あ、確かにってなるかもしれへんので、やっていってほしいなと思います。インスタグラムと公式 LINE のお友達追加は概要欄からお待ちしております。それではまた他の動画も見てみたいなと思ったら、チャンネル登録をして次の動画を待っていてください。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。